どうもー、みつでございます。す、えー。今回は、引きこもりには〇〇がおすすめっていうことで、えー、話していきます。それで僕のチャンネルなんですけど、あの、ジャンルはいろんなこと話すんですけど、チャンネルの再生リストっていうところに、あの、話題分類して、あの、載せてますんで、えー、よかったらその再生リストの方も見ていただければと思います。あとですね、今回の話に関連して、 あの、面白そうな本をチャンネルタイトル下のコメント欄、または説明欄の方にリンク貼っておきますので、えー、よかったらそっちの方もチェックしてみてください。それでですね、あの、引きこもりについてなんですけど、まあ、僕の周りでもやっぱり引きこもりの方っていうのはいて、えー、まあやっぱり仕事をしてなくて、あの、ただ全くその家から出ないっていう方はいないんですけども、まあ、 出かけるにしてもちょっと、まあ、買い物に行くぐらいとか、まあ、あと散歩したり、ジョギングしたりとか、まあ、そういうような感じなんですよね。で、まあ、やっぱりそういう状態が続くと、なかなかそのね、友達関係とかそういうのも難しくなってきますから、まあ、あいつは仕事やってないとかね、なると、まあ、当然なかなか話題も合わなくなってくるでしょうし、 で、まあ、やっぱりそういう、あの、マイナスの方の、あの、感じになってくると、どうしても悪い方悪い方って言って、なかなかその、ね、人がいっぱいいるところに行くのがちょっと苦手になっちゃったり、ちょっとどういうこと話しかけていい,い,いかわからないとか、話しかけられるとビクッとしちゃうとか、あの、そういうのあると思うんですよ。それで、あの、僕がいいなと思ってるのが、あの、引きこもりには、講演会に行くと。 まあね、引きこもりだから行けないだろうっていう話もあるんですけど、まあ、あの、買い物に行ったりとかね、あの、ジョギングしたりとか、そういうのはする方もいるわけですから、あの、講演会だと、あの、最初はね、慣れないと確かにこう人が多かったりとかするんですけど、別にこう自分が話すわけじゃないですから、自分が講演するんだったらそれ大変なことですけど、まあ、あの、 比較的まあ興味があったり出やすいものからでいいと思うんですけどもまあその会場に行ってまあ行くまでも当然ねその社会とこう接点持つとか社会復帰するためのトレーニングにもなりますしまあ基本的にはその椅子に座って話を聞いてるだけですからただねやっぱりどうしてもその仕事もしてないとかそういう状態になると最初は あの、椅子に座ってんのも大変かもしれないですよね。まあ、あとトイレ休憩もあったりとかしますけど、まあ、ちょっと慣れなくて、やっぱしんどいなっていう時は、ちょっとまあ、お腹を押さえながらこう、部屋から出て、まあ、帰っちゃったりとか、あの、そういうのでもいいと思うんですよ。あの、慣れてないうちは。ただですね、あの、そういうのにこう、参加してると、 あの結局そういうところで話す人ってお話が上手な人がやっぱり当然多いですから、まあ、やっぱりそういう話を聞くと、まあ、自然と自分もこう話し方が上手になったりとか、まあ、またはですねその人が多い場が多いですから、まあ、あの最初ちょっと人が多いところはなっていう場合は人が多かったらもう帰ってきちゃってもいいでしょうしまあ人が少なくて割とここなら大丈夫だなと思ったらあの参加するとか。 まあその辺は調整できると思うんですけども、まあ、参加すると、やっぱ話しかけられたりとかすることもあるんですよ。まあ、どこから来たのとか、ね、混んでるねとか。まあ、そういうのもあの会話するきっかけにもなるでしょうし、まあ、何か困ってる方がいたら、まあ、特にね、ご、あのー、年配の方とかが多いんでしょうけど、まあ、そういう方にちょっと話しかけて、まあ、大丈夫ですかとか。まあ、あのそういうのもいいと思うんですよね。で僕もですね、 あの、まあ、ちょっと引きこもりとは違うんですけど、まあ、ちょっといろんな出来事が起きて、あの、ちょっと仕事ができなくなった時期っていうのがあるんですよ。で、まあ、もうちょっと相当しんどかったんで、あの、内科の先生に紹介状を書いてもらって、あの、精神科にちょっと行ったことがあるんですよ。で、まあ、そこの先生にちょっと自分こういうことがあったっていうのを話したんですけど、いや、ま、あそれもう終わったことでしょと。 いう形でちょっと言われちゃって、まあちょっと対応があんまり良くなかったんですね。だから結局まあ僕はその薬は出されましたけど、薬も一常も飲んでないですし、まあ自分の力で治したというような感じなんで、全然あのそっちの方のにはお世話にはならなかったんですけども、まあなかなかですね、あのー、その引きこもりの状態から脱却できなくて、 どん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 年数が経っちゃって、まあ、どうしていいかわからないとかやっぱりそういうので困ってる方もあのいると思うので、まあ、宮城県でしたら、まあ、宮城県仙台市でしたら、まあ、僕が実際に話を聞いてあこの精神科の先生いいなっていう先生もいますしやっぱりですねあの精神科の先生でも人によってやっぱり全然対応違うんですよ。で僕が最近あのお話聞いた先生だと まあ、ある患者さんが、ちょっとその前回の診療の時に、まあ、死にたいっていうような話をしてたと。だから、あの、今回の診療は、ちょっと長い時間をとって、あの、お話を聞いてあげたいなと思ったとか、まあ、ちょっとですね、その僕がその診療してもらった先生とは、だいぶ違うなって思ったんで、まあ、自分も、もし行った時にそういう先生に当たってれば、あの、もっとスムーズに、 あの回復、その精神的な回復できたのかなっていうのもあるので、やっぱりですね、まあ、お医者さんに限らずあの、人によってやっぱり違いますよね、全然。だからまあ、その辺はね、やっぱりあの先生によるっていうところもありますし、まあ,あ、とやっぱり最近だと、その依存症、まあ,あ、薬物依存症をはじめとして、まあ、その買い物依存症とか、あとギャンブル依存症とか、そういうのもありますよね。 僕ちょっとね、そういう話も聞きに行ったことがあって、あこういう団体いいんじゃないかなっていうのもちょっと知ってるんで、もしちょっとね、その辺気になる方とかいたら、あの、メールいただければと思います。まあ、ただね、あの、会う会わないがあると思うので、まあ、あの、例えばちょっとそのホームページを見てみるとか、メールを送ってみたり、まあ、ちょっと話をしてみて、あの、会わなければ、あの、やめて、あの、別のとこ行った方がいいと思うんですよ。 まあ病院でもそうですし、まあ、そういう何て言うんですかね、依存症をこう治すような施設もそうなんですけど、やっぱり自分に合ってるところに行かないと、あのなかなか回復しないでしょうから、まああの、その辺はちょっと頭に入れておいていただければいいのかなと思います。えまたそんな感じで話していきますのでえ、それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。